コロモヌイブとは、大化の改新以前に、衣服の裁縫を仕事として、大和政権に仕えた、職業部。以下の伝承から、クだら系、クれ系、かや、から系トライ人を中心に、コロモヌイブが編成され、大和国、伊勢国に居住していたことが判明している。日本初期巻、第十によると、王神天皇14年、推定5世紀前後に、クだらの子二騎士は、 新血という名前の縫い工場を三つにのぼし、これが決め衣縫いの祖となった。同37年に、アチオミとカオミラは、呉に派遣され、高来の王の導きで、呉織穴織と共に工場、兄美びめ、弟姫めらを獲得した。同41年には、アチオミラは、畜死に上陸し、宗方神社に兄美びめを奉納した後、向にたどり着いたが、その地で、 王人天皇は崩御され、大晦ザイ尊に、残りの三名を献上した。彼女たちは、呉衣縫い、か衣縫い等の祖となった。上記と似たような話として、日本初期巻期、第十四には、有略天皇十四年、呉から、三、京すぐり青らが、官式、呉式と共に衣縫いの兄姫、弟姫らを連れ、住吉室に停泊したとある、兄姫を、 大は神社に奉納した後、残された弟美めが、菅衣縫い部とされ、菅式、呉式の衣縫いは、後の飛鳥カ衣縫い部、伊勢衣縫いの祖であると記されている。以上のように、衣縫い部は多くは、大陸から帰化した者の子孫であるが、新先生史録によると、日本古来の者も存在している。左京神、別、泉神別にはにぎはや日を祖先とする、 物のべ氏系統のコロモ縫い作り師、無性のコロモ縫い師が見られる。コロモ縫い作り師の本拠地と見られる、大阪府藤井寺市総者には、飛鳥時代前期に創建された、コロモ縫い廃児が存在していた。俗に本気巻き、第三によると、彼らのうち、コロモ縫い作り講師は、大宝3年2月に、連世を与えられている。律令制では、大倉省管轄下の縫い別かと、 中塚佐商館かつかの縫い戸の量などが設けられて裁縫を行ったとある。ありがとうございます。